ラジオドラマで聞く名作文学。ここへは自分から進んできたのか。はい。それはどうもありがとう。君の部屋は2階に用意してある。ではベル、今夜はお休み。おやすみなさい、ラベート。美女と野獣。原作マダム・ド・ヴィルヌーヴ。役楠山正雄。脚本速水。私の部屋を用意してくれてると言っていたけれど、これはベルの部屋と書いてあるわ。この部屋をわざわざ私のために用意してくださったってこと？まあ、なんて素敵なの。かわいい鏡台に本棚、あっちにはハープシコードも置いてあるわ。どうしたというのでしょう。どうせ今日一日で命を取られるに決まっている私のために、こんな立派なお部屋の支度が。ベルは驚きながらも一冊の本を開けてみました。するとそこには金の文字で、あなたが望んだり言いつけたりすればすぐその通りになります。あなたはこの御殿ではすべての上に立つ女王ですと書いてありました。私の望みと言ったら、お父様が今どうしていらっしゃるか知ることだけですわ。え、今姿見にお父様の姿が。きっとラベートが私の望みを叶えてくれたんだわ。でもどうして。もうこんな時間なのね。ラベートは昼食の用意だけして出てこなかったけど、夕食はどうするのかしら。ベル、一緒に夕食を取ろう。ええ、私の姿はやはり見にくいか。ええ、そう思いますわ。だって私、心にもないことは申せませんもの。あ、でも、とてもいい方だと思っております。正直だな、ベル。こんな私だが、お嫁になってくれないか。私、嫌でございます。おやすみ、ベル。言ってしまったわ。きっと彼を傷つけてしまったわよね。でも嘘はつけないもの。ここへ来てもう3ヶ月が経つけど、ラベートと毎晩一緒に夕食を食べているうちに、だんだん彼の姿にも慣れてきた気がするわ。それに彼の優しい良い心を好ましく思っている自分がいて、けれど相変わらずお嫁にならないかと言い続けられるのが気の毒で苦しいけど。ベル、私のお嫁にならないか。ごめんなさい、お友達でいましょう。わかったよ。いつまでもここから離れないと約束してくれるなら、私はそれでも構わない。翌朝、姿見に映った病床に伏す父親の姿を見て、ベルは驚きました。きっと私が死んでしまったと思って病気になってしまったのだわ。
どうぞ。どうしたんだ？ラベート、お願いがあるの。君がお願いだなんて珍しい。実はお父様の具合が良くないの。このまま長くここを出ることができないなら、私お父様のことが心配で死んでしまうかもしれないわ。決してそこまでして君をとどめておこうというのではない。君にそんな思いをさせるほどなら、私が君を亡くした悲しみのために死んだ方がマシだよ。ラベート、私はあなたのそばを離れないと約束したわ。ほんの一週間したらまた帰ってきます。だからお見舞いに行かせてほしいの。ああいいよ、気をつけて行っておいで。出て行くとき鏡の前に指輪を残していくのを忘れないで。ええ、わかったわ。ベール、今夜はお休み。おやすみなさい、ラベート。明くる朝、目が覚めるとベルは田舎の小屋に運ばれてきていました。娘の無事な顔を見ると、父親の病気はケロリと治ってしまいました。そして約束の1週間を3日ほど過ぎてしまった10日目の夜、ベルはラベートが半分死にかけ、庭の草原の上にあえぎあえぎ倒れている夢を見ました。なんて夢なの。あの人の元に帰らなきゃ。ベルは涙を拭い、指輪を鏡の前の台に置いて再び眠りにつきました。彼女が目を覚ますと、また御殿へ運ばれてきていました。あの人は一体どこにいるのかしら。お屋敷の中をいくら探してもいないなんて。まさか私本当に彼を殺してしまったのではないかしら。そうだわ、夢で見たのは草原だった。ラベート帰ってきたわ。しっかりして。よかった、生きてる。近くの泉から水を汲んできてかければ目を覚ますかもしれない。お願い、目を覚まして。ベール。ラベート、よかった。君が約束を忘れたので、私は物を食べずに死ぬ覚悟をした。でも、帰ってきてくれたから、これで、せめて楽しく死ぬことができるよ。いいえ、ラベート。あなたは死んではなりません。どうして。私が死ねば君はここから解放される。私はあなたのそばにいるって決めたの。あなたにはいつまでも生きて私の夫になっていただきます。今私は本当にあなたを愛していることが分かったのよ。その言葉がベルの口からこぼれ落ちた瞬間、御殿中が明るく輝き出しました。五色の火花が大空に飛び散り、盛んな音楽が響き大地を震わせました。そして恐ろしい獣の姿はどこにも見えなくなり、その代わりに神々しいまでに立派な王子が現れました。ラベート、私のラベートはどこ？ラベートは私ですよ。え？ある意地悪な魔女が私を苦しめるため魔法で呪って醜い獣の姿に変えてしまったのです。その呪いを解くには、いつか心の清い乙女が私の醜い姿形を忘れて真心からいたわってくれるまで
待たなくてはならなかったのです。そして私は心清い乙女に救われました。私を救った乙女、それがあなただったのですよ。さて、これから後のお話は詳しくするまでもないでしょう。ラベートは民たちの元へ戻り、喜び迎えられました。そして美しく優しい心を持ったベル姫と一緒だったことで、二重の喜びに国中が沸き立ったのでございます。聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設、チャンネル登録お待ちしています。そしてツイッターで独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。